創造がエピクテトスは古代イギリシアのストア派の哲学者。その語録と栄養はすべてのストア哲学のテキストの中でおそらく最も広く読まれ影響力の大きなものであると言われる。苦難の中にあって平成を保つことや人類の平等を説いたその教えは皇帝マルクス・アウレリウスの思想にも引き継がれており、ストア主義の歴史上重要な意味を持つとみなされている。 エピクテトスは、西暦50年頃に、フリニアのヒエラポリスで生まれたと考えられている。母親は、奴隷階級だったらしく、自身も、奴隷として、ローマ帝国の皇帝、ネロの解放奴隷であるエパプロディートスに売られた。ローマでの彼の生活は、不健康だったという。有名なストア哲学者ムソニュス・ルーフスの下で、哲学を学ぶことを、エパプロディートスに許され、 ストア哲学を学んだ後、エパプロディートスによって奴隷から解放された。自由人となったエピクテトスは、哲学の教師となったが、89年に皇帝ドミティアヌスが出した哲学者のイタリアからの追放令のために、ローマを離れ、ギリシア東部のエピルスの大都市ニコポリスに落ち着いて、哲学の学校を開いた。これは、極めて有名になり、皇帝ハドリアヌスも訪問したほどであった。 エピクテトスは短い旅行を除き135年頃に死ぬまでニコポリスに住んだと考えられている。後年エピクテトスは片足の自由が効かず、そのことが何度か語録で触れられている。これはエパプロディトスによる残酷な虐待の結果と言われることがあるが、片足の自由が効かなくなった理由については語録で述べられておらず、はっきりしたことは分かっていない。 恒例のためという推測もある。エピクテトス自身は著作を残さなかったが、アディアノスが若い頃、エピクテトスの下で学んだ時、エピクテトスが話すのをできるだけそのままの言葉で書き留めたものが語録として広まった。また、アディアノスは語録から要点をまとめたものも残しており、それは帝王と呼ばれている。日本語では次の本に現存する語録と断片と、 帝王がまとめられている。ニコポリスにあるローマ時代の遺跡。ありがとうございます。